い、皆さんこんばんは、翔です。明けましておめでとうございます。ミリシャの方も後ろに明けおめって書いてあるんですけど、はい、本日はこのミリシャの方の動画ね、やっていこうかなと思います。じゃあ行きましょう。本日はですね、はい、ドリームフラワーが変わりましたね。はい、ドリームスターがドリームフラワーに変わりました。はい、ということで今回は初詣ライブということで、今回は横山奈緒ちゃんが限定で来たのかな。で、口座で普通に試合が来ましたということで、今回はこちらの方のガシャを引いていこうかなってことで、まあ、ちょっと前回優勝石ちょっと余ったんで、こちらの方使っていこうかなと思うんですけど、ちょっとなんか7500、なんか30連ぐらいしたから、ちょっとないかな。ないかな、あの、石。あ、ミリオン10、100なんで、無理ですね。引けない。引けなかった。ってことで、20連しかできないですけど、ね、とりあえず20連していきたいなと思います。その前に60を引くっていうね。はい。まだもう出ないけど。自由かよ。はい、とりあえず20連引こうか。投票券ももらったし。はい、ということで、10連引きましょう。いきます。いきましょう。出るのかな？もう結構よ、これ、奈緒ちゃん欲しいんだよな。可愛くない？普通に。はい。じゃあ行きます。10連いきましょう。とか、そうね、普通に、うん、普通に引こう。ね、どうして止まったんだ、俺は。まあ、行きます。頼む。あー、なんも出ないから出ないっぽいな。嘘。ま？マジ？マジ？しかも2枚も出たじゃん。マジか。新年早々、なんかついてる気がするけど、どう、大丈夫かな？いや、2枚来てんのはね、熱い。ワンチャンあるかもしんない、俺。さあ、1枚目の SSR。ああ、シルエットで分かった。かおりさーん、3枚目かな、多分。めっちゃ来ますね、かおりさんは。これは、マスピになりますね。はい、さて、もう1枚。まあ、これで出たら儲けもんだけどな。出ないでしょ、さすがに。はい。おお、千鶴さん持ってなかった。で、フェアリーなんで普通に嬉しいっすね。ダンスだっけ、確か。ダンス特化だった気がするんですけど。確か。はい。いや、嬉しいな。SSR2 枚で1枚ニュー。嬉しい。確か、ダンス特化ですよね。貼ってましたね。はい。いやー、嬉しい。普通に嬉しいわ。限定当たんなかったけど。普通に。じゃあもう10連しましょう。いや、なんか当たる気がしてきたな。普通に、初詣、行ってこようかな。初詣で行って、さらにガシャンをね、上げていくということをしていこうかな。まあいいでしょう。とりあえずもう10連行きます。行きます。最高の1枚にできたので、ぜひご確認。これ確か確定だよね、確か。おっしゃ、なに？ 6% じゃないのに、マジで。20連で3枚ってやばくない？ 10% 超えてるよ、確率。頼む！お？お？お？あー。翼でしたね。はい。持ってますね。一応、翼は持ってます。で、多分。あ、で、Sレアがニューですね。の、ひなたん。じゃん。かな、多分合ってんのかな、名前が。はい、ニューでしたね。はい、ということで、20連で、まさかの、SSR3 枚と、びっくりする結果でございました。まあ、もうちょい引きたいけど、なんか、何かしらで、ちょっと、ちょっと集めたいですね。あと400個集めたいんですけど、割とね、ミリシタのありがたいところっていうのは限定ガシャがかなり長いんですよ。1月15日までなんで、月半ばまでやってくれるんで、ちょっと頑張ってもう10連ぐらいできるように頑張っていきたいなと思います。まあ、コミュとか開ければ多分いけると思うんですけど、まあ、ちょっとね、頑張っていきたいなと思います。はい、以上が、今回の、
ミリシャの限定ラ、ガチャの初詣ライブガチャでございました。では、また次の動画でお会いしましょう。じゃあねっ。